博多駅を使わずに県外に出よう、今回こういうことでねさせてもらってます。2024年9月の18日、福岡県福岡市博多区ですね。なんか川の中にチヌが泳いでますけど、これ中洲ですね。中洲の中川ということで、まあ今回ね、まあ海に近いのでね、まあチヌとかもいますけど、まあ海に、関係ある話になってくるわけですね。海物語ということでね、いうことですけど、まあ確変させていきたいなと思いますということで、まあパチンとね全く関係ないですけどね、ということで天神の方で、食事をとって天ぷらを平尾さんですね、990円で天ぷら定食ですよいうことですけど、ということで港の方まで移動していきますけど、協定場の近くですね、初めて来ました。さっきの川の河口の方なんですね。いうことで、まあ、中川の河口近くにね、なんだっけ、博多のこの港があるわけですね。ベイサイドプレスだ、思い出した、いうことなんですけど、まあ、ここから西戸崎、いうとこまで行くわけですね。30分に1本ぐらいは、出てるんですが、まあ、これ博多の、渡船場から出るんですけどね、なんだっけ、福岡市市営渡船なんで450円で西戸崎まで渡れるということなんですね。まあ、大体15分ぐらいかかりますけど、いうことで、まあ、この日9月の18日ということでね、まあ、最後のこう夏を感じられる、なんかそんなね思い出になるかなとか思って、まあ、乗ってみましたけど、まあなかなかね乗る機会もないと思うんで、まあいいかなと思ったんですが、夏を感じて爽やかにという感じだったんですけど、なんか水がえらい汚れてますけどね、まあ、知ったこっちゃないですけど、まあやっぱどうしてもね、まあ、その水がきれい汚いはもうあるんでしょうけどね、まあ、都会ですし、まあいう話なんですけど、なんか豪華客船みたいなのが向こうに見えてますけど、まあ知ったことじゃないですね。いうことで、あれはクイーンビートル言うてね、韓国の方に行くやつですけど、まあ、いつか乗ってみたいなとは思いますけどね、まあ、やっぱ目立ちますよね。なんかあれマリンメッセかなとか言うたり思いながら、船が出ていくんですけどね。いうことで、まあちょっと沖の方に出てきまして、水が少しだけきれいになったかなとか思ったり思わなかったりというところなんですけど、何回かこうやってね堤防みたいなところを越えて、まあ、博多湾渡ってきまして、15分経ったら、向こう側にねなんかリゾート地みたいなのが見えてきます。海の中道、そっちの方がちょっとね貸し寄りにあるんですが、そっちに泊まる便もあるんですけどね、まあ私が乗ってる便はね、この西戸崎、の先の、鹿の島まで、行くということで、まあ、その途中で降りるという感じですね。まあ、鹿の島歩いてもね一応行けるみたいですけどね、まあ、船で行った方が早いかな、まあ、もちろんそうですけど、なんかこっちの方がちょっと水がきれいに見えますけど、ということで西戸崎の駅まで歩いていきますということですね。まあ、観光地といえば観光地なんですけど、もちろん住宅街みたいな感じに、ね、なってるわけですね。一応福岡市内でありますんで、これ駅の逆側に私行ってしまいましたけど、反対側から入らないと入れませんからということで、駅までやってきましたということで、香椎線やってきましたね。ということでこの香椎線ですね、香椎駅まで行きます。でそこから日豊本線に直通する、特急でね大分まで帰っていくわけですね。はい、ということで、博多駅、天神バスターミナル、福岡空港、どれも使わずにね、大分までやってくることができましたということですね。まあお金で考えたらね結構そんなに安くもないですから、まあちょっと海見たいわっていう人はやってみてください。ありがとうございました。